王道書は、新末の官僚。字は、薬坊。王新村の長男で、王道尺、王道和の2位。チャンス賞蘇州仏根塾県の出身。1840年に紳士となり、初期知事に選ばれる。1853年、太平天国の乱に対する金佐大臣記者の、補佐として、高難に赴き、自己学士、ついで持続学士に抜擢された。 記者の死後も都民がで品画の補佐に当たり、要州の奪回などに功績があった。1858年暗記準部に任命され、金佐大臣活母の補佐に当たった。庭園に軍を置いていたが、1859年に年軍が庭園に押し寄せ、一度は撃退したものの、年軍と太平天国軍と合流したため庭園は、陥落し、ことぶき州に軍を移した。 1860年、断連の苗、廃林と不和が生じ、苗、廃林は離反して敵側につき、ことぶき衆が陥落した。王道書は北京に呼び戻されたが、祖国藩の弾劾を受け、死罪が申し渡された。しかし1863年、新疆への流罪に原型となった。1864年、先生省、官宿省の解明放棄の鎮圧に向かった。 ドゥヒンガ軍に従軍し、功績を挙げた。翌1865年に死去。死後に、官職は元に戻され、文金の死亡が送られた。ありがとうございます。